こんにちは、光明です。こんにちは、ジュクです。暑い中、はい、皆さん今日もよろしくお願いします。お願いします、はい、では今回のテーマはこちら、驚愕の事実、地名の意味と白虎の生い立ち、パート2。パート2、はい、及ぶのね。そうです。で今回の動画では滝川、うん、滝川町、北海道滝川、そう、ね、早北町についてお話をしていきたいと思います、うん、で、まあ、滝川、あとは秩父別、雨竜、早北、うん、まあ、この辺をちょっと見てきたということです ね、うん、でそこで、まあ、どういうちょっとことがあったかというところで解説をお願いします、うん、はい、まず滝川って町がどういう町かったら、前に言ったように長沼町にはジンギスカン、ジンギスカン、金広、はいはい、でかいね、うん、実はこの滝川も、ね、二大ジンギスカンって言われてる、もう一個のジンギスカンの町なんですよ、この滝川の町というのは。これが松尾ジンギスカン、有名ですよね。有名な松尾ジンギスカンって言ったら、すすきのとこね、あの飲み屋街でも松尾とか金広とかなんかそう競ってるって感じ、はいはい、ジンギスカン屋があるとしたらね、はい、どっちかなんだよ、それは松尾ジンギスカン。まあね、これはまあ余談なんだけど、はい、ジンギスカン2つの有名なとこ渡って歩いてるってことは、はいはい、白虎の親分は何だったんでしょうって考えた時に、はい、そのままじゃないのかなって思うのね。あ、どういうことですかそれは。昔生まれ変わる前は、はい、実はチンギスハン、チンギスハン、モンゴルのね、はい、あそこの人です、はい、そういうようなメッセージも関わってるのかな。だってチンギスハンもあれでしょ、こう伝説の人でね、うんうん、いろんなあれが話があるわけでしょ、うんうん、光の世界の人の存在との関わりもあったんではないかという巧妙的な考え、はいはい、点がある。そういう目でその2つのこう共通点を言っている、まあ、これもまた不思議な話なんだけど、もう一つはね、その滝川の町の神社に行くと何がありましたかって聞いたら、うんうんうん、あの相馬妙見神社とかもあったし、あとはあの、まあ、親分結構料理好きなんですけど、そう料理のね、そう料理好きなんですけど、包丁のそう包丁のこういうようなね、そうあれがあったんだよね、うん、神社の中にありましたね。そう置物というか、あの石でできた料理のあれなのかね、包丁のあれなのかよく分かんないけど、うんうん、まあ一応やってることに沿ってるような内容のものがあったりね。そうですね、まあ、いつもごとく相馬妙見神社関わるんですよ、はい、でね、この地方でね、もう一つ注目すべき点っていうのはさ、滝川の町ってこれといってあまりそのインパクトの強い神社はないんだろうけど、うんうん、問題はその周りなんで、滝川を囲んでる町がちょっと不思議な町が結構あって、一つはチップ別、うん、チップ別の神社がチップ別神社じゃなくて実は秩父神社なの、うん、これも秩父神社っていうのは雨の水上なんですし、創造の神、創造の神、ね、はい、宇宙創造の神で、もう一つそのチップ別の隣のあたり何があるかって言ったら、実はこれ雨竜町ってあるんですよ、雨竜、うんうん、雨って書いて竜、そう、はい、でね、これ後々その雨竜町の文字に対しての、 あの意味がまた新しいような情報が、うんうんうん、次の親分の行った土地から明らかされる、うん、されるのは、うん、まあそれは後の話なんだけど、うん、とりあえず雨竜町って雨竜ってどういうふうに書くかっていうと、漢字で書くと、うん、ちょっとあのテロップでちょっと出してもらって、テロップでこういう感じです、はい、こういう、うん、雨って書いて竜が普通だったらこう難しい竜書くね、だけどこの雨竜町の竜に関しては簡単な方の竜なんだよね、うん、雨竜町ってこれの意味がどういう意味かとか、うん、でここが竜の町って言ってね、あの道の駅にもこう清流が2人向かい合ってる、あ、はい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 、うん、で巧妙的なその発信でもね、そこは何回も映してる場所なんで、そこがこれ UFO が結構映って、今回も実は UFO 撮れてるんですよ、その、うん、そこで撮ったやつで、そのまま画像をそのまた後日かその時にまた見せようと思うんですけども、はいはいはい、また UFO が映ると、でそのうち UFO がいると、で竜がいると、で竜、雨竜っていう字を考えた時に、竜っていうのはやっぱり竜王様とか竜を書く時には難しい竜の漢字なんだよね、うん、でここに雨竜町の竜は簡単な竜なんだよ。でこれから巧妙的なね、バカラでこの文字を解くと、雨竜町の竜がちっちゃくなってるってことは雨の存在がでかいってことなんだよね。それその雨は誰かって言ったら雨の水上主だね、宇宙創造の神、雨の水上主、雨の水上主が
竜の上に乗っかってる。その場所がそういう場所だってことだよね、うんうん、そういう証明っていうか、それはもう工業的に驚いた。で、秩父別が秩父神社で、実は何年か前に秩父神社に呼ばれた時にこう肩叩かれてね、竜神様にちょっと連れて行けって。そしたらその時にほら、秩父神社にその犬を連れ込んだとかペットを連れ込んで、こうめちゃめちゃになったんだよ、うん、秩父神社、うんうんうん、で一回こうニュースになったもの、一回そういうの連れてこないでくださいって話になったはずなんだよね、うんうんうん、その時期だったんだよ。そしたら肩叩かれた時に連れて行けって、その竜神様が。で連れて行けって言って写真を撮ると、その口の尖った竜がこう雲になってぐーっと、それは YouTube で流したよね。三峯神社、そう三峯神社、はい、三峯神社の竜がこう映ってて、ほんとここ口ピューっとここ尖ってね、そう口尖ってね、はい、そういうあれ画像、まあこれこういう感じですっていうのもね、うんはい、出てるかな、はい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 、それもちょっと拾ってやる感じだけど、はい、過去にやってるとかそういうのも映り込んでると、うん、で UFO もそれに映り込んでるから、その画像もこういう感じですと、うん、っていうのが、うん、映り込んでるって感じですね、うん、あとは、うん、早北町、これね次早北町なんだけど、うん、ここで親分がその何中学校へと今度高校か行くときに早北町に移ったの、はい、そこを経てね。で早北町っていうところに行って、ちょっと白虎の親分が変わった経験したっていうんだよね。校舎のその裏に光の玉みたいなのが現れて、うん、スーッとこうUFO みたいに見て消えてたような話で、そこを見に行ったんでみんなでね、うん、そしたらそれらしいものは何もないし、神社もごくありきたりの神社が ある感じで、うん、何もないなと思って、その周辺を探索して裏に回ると、なんと、うん、月見沼、月見沼、はい、そういうのがあったと、うん、でその行く途中にあった神社がなんと何、玄武神社、玄武、字しか違う、はい、字しか字は違っても、うん、玄武あれ源氏の源にある、そう源氏の源ですね。だからこれなんか源氏が関わってるのかなと思ってみたらね、その小さい神社があって、そういう三日月っていうのはね、三日月の力っていうのは特殊な力がなんかあるんですよ、うん、だからそれが伊達政宗のその三日月のね兜に描かれてるように、方向からするとそこから光が出て、あの親分の目に止まったんじゃないかっていうことね、うん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 、でさらにそこを探索すると、うんうん、玄武神社、その次まあ雨竜町の謎を解く神社があったんでね、そう、その字が雨竜って書いてるんですけど字が違う、 そこもなんだっけ、妙見神社だっけ、うん、と妙見神社で、うん、こうでっかいこう名前がついてたんですよね、そうそうそう、石かなんかだったと思うんですけど、うん、それの普通の雨竜って雨なんですけど、うん、宇宙の雨なんですよ。ここで雨竜町の雨竜の謎がここで解けたの。これその雨竜町では雨になったでしょ。で光明がさっき解いたように雨の源も宇宙創造の神だけど、ここではそのもの宇宙の雨がついて雨竜になってたの。竜がまた難しい方になってる。そうそうそう、うん、ここで字が変換になってる。宇宙の雨が来た時に竜は大きくなってる。竜の力がここでは大きく働いてるみたいな、うん、だけど宇宙創造の神の力もここで働いてると、そういう力で親分は守られたと、まずそこでしのいだとっていうことなんだよね。そうです。それがそこは相馬妙見神社、そうそうそう、うん、でその雨竜の字が違ってたと、うんうんうん、まあ、不思議ですよねそれも。いや不思議だよね。だから不思議なんですよね。行くとこね、例えば勘違いとか気のせいだよ、今夜それ気のせいだよって言ったらそれまでなんだけど、2つの2大ジンギスカン、これ北海道の人はみんな知ってんだよ、あの金木兼弘と松尾ったり有名なんだから、すすきのの、ね、ジンギスカン屋みんなそうなんね、うん、それも不思議だし、まずそのなんていうの、雨竜町の雨竜に関しても、うん、片や雨の小さい竜、片や宇宙の大きい竜でしょ、うん、だからこれ変換になってるけど言ってることは一緒だよね。そうです。宇宙創造の神と竜が関わってるってことだよね。その力で、うん、まあ、UFO も飛んで歩いてる写真も撮ってるし、今回もお見せするんだけど UFO が飛び回ってる写真もあるし、次行くところになると UFO がこう俺らに合図してる四角い UFO がパッ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 って点滅して合図してるところもあるし、そうですね、そういうところも証拠として提出することができると、まあ、ちょっとそれスクショでちょっと入れといて、そうそう、それはね、見て感じて、はい、ということで、まあ、今回は滝川とかその周辺の、そうそうそう、はい、内容で、これがパート2の内容なんですけど、
次3、4って。そうですね、はい、で大人になっていくってことだよね。はいはい、うん、はい、はい、ということで、まあ、今回はじゃあちょっとまあ、滝川の周辺のちょっとメインのお話ということで、はい、次回またパート3を皆さんじゃあご期待してください。続きをやりますね。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。Thank you.